さっさと始めるぞ。ゼメー見やがれ。いくら戦闘力が上でも不意にこれを食らってはひとたまりもあるまい。貴様ともあろうものが何とも情けない作戦だ。いつの間に戦闘力が上がったということはスピードも上がったということだ。つまり今ので貴様は完全に俺を怒らせてしまったわけだ。戦闘種族だ。やめるなよ。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。よし、俺が1つだけ探し出しておこう。やつらが残りの6つを集めた時点で隙を見つけて奪ってやる。ドラゴンボールが全て揃えば俺に永遠の命が手に入る。そうなればフリーザを倒すのも夢じゃない。やつさえ消えれば俺がナンバーワンだ。全宇宙はサイヤ人のベジータ様が支配する。ベジータ、貴様、なぜフリーザ様に逆らおうとする？俺はあのフリーザって野郎が前から気に入らなかったんだ。誇り高いサイヤ人は人に命令されるのが大嫌いでね。これまでは奴の力にねじ伏せられてやむを得ず言いなりになっていたが、ひょんなことから永遠の命を手に入れられることを知った。ドラゴンボールのことだな。フリーザなんかにくれてたまるか。
永遠の命さえ俺のものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚かな。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。おしゃべりはもうおしまいだ。サイヤ人パワーをたった今。うん、サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談。なぜ真の力を使わずに眠らせておいたか。貴様が死ぬ前に教えてやろう。真の力を発揮するには変身せねばならん。だが変身した姿は見にくいのだ。美を好む私にはそれが耐えられない。だが死を選ぶよりは変身を選ぶ。見せてみろよ。言われなくても今見せてやる。サイヤ人は戦闘種族だ。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。さあ、ベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。ギニュー特戦隊ディフェンプはまだまだまだ。さあ、そろそろ始めようぜ。技はないのか。ないんならそろそろ殺しちゃうけど、いいか。化け物め。おいの師匠代トーン。ダーッ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 。うん。死ね。へっ、汚え花火だ。
おっと、貴様の相手はこの俺だ。ふざけるな。貴様がこの俺にかなうわけがない。俺はどんどんと近づいているのさ、スーパーサイヤ人にな。でたらめを抜かしやがって。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんなおぼらが吹けますね。いちいち勘に触る野郎だ。ご覧に入れましょう。このクソガキがぶっ殺されなかっただけありがたく思え。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。カカロットの出番はないぜ。ちょっと脅してやるか。今度は死ぬかもね。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になる。野人は戦闘種族だ。やめるなよ。バン、チッコッコッ、なんと殺してやるぞ。ダーッ、
なんと、うん、死ね。汚ねえ花火が。終わりだ。くそったれ。少しはやるようだね、ベジータ。でもその程度じゃ僕には勝てないよ。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。よく聞けカカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのはフリーザが攻撃しやがったんだ。俺たち以外は全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の誰が出ようと俺は負けん。自分への怒りで突然目覚めたんだ、スーパーサイヤ人がな。貴様ら痛みを感じないんだろう。ラッキーだったな。これまでだ。お遊びはここまでだ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。
しても無駄だ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。思ったより素早いやつだ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様らこれからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ。殺しにね。やはりそうか。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。孫悟空もそうらしい。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって粉々にしてやるぜ。いいわ、私がやる。があるのかどうかも分かりしない。貴様もこれまでだ。行くわよ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。これまでだ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。へえ、やるじゃん。俺の限界はこんなもんじゃない。新しい変身を父さんに見せるべきか。でも父さんのプライドが。ぼーっとしてるならちょうどいい。俺と戦え。それは構いませんが、その
隠したままにすべきか、伝えるべきか。いいから全力で来い。手を抜いたら承知せんぞ。わかりました。今のこいつをどれだけ圧倒して素早く倒せるか。これまでだ。やはりあれを見せるのはやめておこう。何をごちゃごちゃ言ってる。勝負はまだついてないぞ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。そんな。これまでだ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。様もこれまでだ。いつかスーパーベジータのビッグバンアタックだ。思ったより手こずったな。まだパワーが足りていないのか。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。バカな。貴様はベジータだろう。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。思い知らせてやろう。私のパワーを味わうんだ。完全体に慣れさえすれば。ファイナルスラッシュ。貴
様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けはせん。ファイナルフラッ！いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け！父さん！トランクス！邪魔をするな！貴様もこれまでだ！こいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルスラッシュ。そんな。こいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルスラッシュ。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。父さんを倒してでも俺は奴の完全体を阻止してみせる。俺を倒すだと？第一貴様に父親が攻撃できるとは思えんがな。ランクスのやつ本当に。セルが変化していく。いよいよ完全体とやらのお出ましか。今度こそがっかりさせるなよ。やはり完全体といっても大したことはなさそうだ。大きさも前より縮んでいやがる。あんなカスみたいなやつをいたぶって嬉しいか。どうやら思った通り完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。ハメハメハ。これまでだ。思い知らせてやろう。やら遅いぞ。やら、そりゃ。これまでだ。おるかな。こっちだ。うらえ。
ジータなんだ。ザグマ、ダメだな。思い知らせてやろう。やら、遅いぞ。やら、そりゃ。バカな。この私が。見たか、カカロット、これが俺のスーパーベジータの力だ。誰が来ようと俺は負けん。組みるがいい、セル。共に受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。完全体に、完全体になれさえすれば。貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けはせん。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け。父さん、トランクス、邪魔をするな。共に受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。そんな。Cook!
父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来は。思い知らせてやろう。逃がせん。遅いぞ。やだ。そりゃ。おるから。思い知らせてやろう。いくら貴様が完全体になったといっても、こいつをまともに受け止める勇気があるか！無理だろうな。貴様はただの臆病者だ。貴様もこれまでだ。この私にバリアを使わせたこと。まともに受け止める勇気があるか。ファイナルスラッシュ。手応えあった
ぜ。邪魔見やがれ。Du grave comme Messi, conseil des Messies, ta mire rétrécit, j'arrête. Si je réussis, grosse villa, gros jacuzzi, c'est Dieu qui donne, j'ai tout mérité, qu'une manière de lui dire merci.